はい、これは担当カスタムの RS というね、ものなんですけども、2003年の発売。圧倒的な室内の白さや視野の良さが特徴として、2007年フルモデルチェンジでセンターピラーレス&スライドドアのミルクルオープンドアを採用した背高軽自動車、2代目タント、4速 AT を配し、変形ショックとタイムラグのない少ないスムーズな加速とする、CVT を全車に設定。また、機能面ではミラクルオープンドア開口部の足元を照らすスライドドアをステップランプを設置し、後席に加え、前席にも収納力のあるオーバーヘッドコンソールを設置。で、共に一部グレードを精進する。デザイン面ではスポーティーにやるモデル。担当カスタムは、フロントマンバーやフロントグリル、バックドア側に室内を採用。タイトには52馬力を発生する 660cc 直列3気筒12馬力を搭載し、エントリーモデル L と、キークリーシステム ABS、EBD& ブレーキアシスト付きシステム X、それに最上級となる G、バックモニター付きナビを精進するしたミニレットの計4グレードとなる。タントカスタムには 660cc 直列3気筒12馬力カスタムLと、カスタム X、ローターボを設定するカスタムRSの計3グレードを設定。今回に改良ではカスタムシーズに設定されているターボエンジン搭載グレード、カスタム RS に ESC テクノロジーの一部、新エンジン、新 IDELE エコアイドル、エコ発電制御、減速エネルギー開始機能などを採用し、燃費を向上。これにより、2W、フォード自社とともに、新エコカー減税 50% 低減レベルを総合し、購入時の自動車取得税及び自動車重量税が、まあ、減少された、ということですね。で、これが、カスタム RS、まあ、同じ2つグレードがあるんですが、片っぽは163万円、高くて175万1000円、まあ、この時の、軽自動車って高いですね、まあ、この時はすでに高い傾向があって、160万、170万ですね、高いですね、高かったんですね。で、燃費の方は、燃費は良くて 20.8 から 22.2 ですね。まあ結構な燃費を叩き出すんではないかなと思うんですが、まあこれでもう気になるのは、じゃあコンパクトカーと軽自動車ってどっちが燃費がいいんだって話になるんだけど、まあ基本的に燃費がいいということを追求して考えるならば、コンパクトカーの方がおすすめするかなと思います。軽自動車だったら確かに昔のリッター14、15とか、まあそれでもすごく燃費良かったんですが、まあそれと比べて今20リッターぐらいは平気で走ってしまう。下手したら30リッター近く走っちゃう。いうことをまあ考えると、一見軽自動車がいいようにも思えるんだけども、実際小さな軽自動車と普通車と比べて小さいから、まあガソリンのこの効なんて言うんですかね、効率のが悪いんですよね。でしかも今の軽自動車ってこうやって背が高いのしかないから、ノッポの硬いしかないから、余計例えば横風だとか、まあこの前台風みたいに横風とかあんなものが来たら簡単に吹っ飛ばされちゃうわけですよ。ですからまあ簡単なハンドルなんか持たれておかないので、まあそういったところを考えると、まあね、まあ血の巡りが良くないみたいな感じですよね。あの血液の流れがあまり良くない感じになっちゃうんで、軽自動車がどれくらい燃費がいいって言ってもね。でそうすると一番燃費とかが適していいっていうと普通車なんですよ。普通車の方がでかいから、まあ白目にタンクが入ってるから、その分だけ白目にタンクがあるから、まあそれでこう巡回よりこう綺麗にこう巡回できるんですよね。だから非常に燃費としては、まあマーチとかああいったビッツとかああいう小型車の方がいいかなというふうには思います。ただ軽自動車に乗っててこれでね、減税ですって言われたらね、いやもともと軽自動車って維持費が安いんですけど、そこが軽自動車の魅力でしたので、いやどんだけあんたある意味そんなにどんだけあんたケチなんだよっていうねそういう見方をねできるかなと思うんですよね。軽自動車が一番安いからいいなと思って買ったのに、そしたらね、あいいわ軽自動車です、さらに減税が効きますよとかね、重量税が安くなりますよっていうわけでしょ。それっておかしいなと思うわけですよね。普通車でまあ、自動車税が安くなる、重量税が安くなるっていうのは話が分かるんだけど、軽自動車でそれをやる必要ないんじゃないかっていうふうに思うわけですよ。軽自動車はもともと1万円以下で乗れたら、1万円とも1万円ちょっとで乗れるんだから、それを考えたら、その税金で考えたらね、
それをより安くしちゃいますよってことは、国はおバカかって言いたくなるんですかね。ですから、そんなものを減税する必要はないですよ。むしろ普通車の方を減税にしていただきたいというね、ことです。だから軽自動車の減税ってのはやっても意味がない。軽自動車を減税なんかしたら、余計周りの人たちは余計軽自動車がじゃあいいやって余計軽自動車を買うことになって、結局普通車が売れなくなる。で、普通車が売れなくなると国としては困るんですよ。何しろ税金が、軽自動車ってのは地方の、町づくりとかね、そういったところに医療とか、そういったところにこうお金が回っていっちゃうから、結局国のところにお金が一銭も入ってこないわけよ、軽自動車の税金ってのは。だから国としては困るわけですよね。で、それを国言ったら頭が悪いんですね。ですから、スクールの軽自動車に税金をさらに安くしてしまうっていうのは、これはお話にならないわと。だから、だったら、軽自動車の税金を高くするってことはできませんけども、従来の軽自動車の税金にして、で、軽自動車への減税なんてのはやめていただきたいですね。で、それでむしろ普通車の方を軽自動車と同じぐらいの税金にしてくださいというふうなことに、やり方に変えていった方が車はもっと売れるし、それこそ普通車がもっと売れると思うんですよね。もう普通車がたくさん売れば売れるほど、それは国に対してお金が入ってくるから、その税金の一部が国の方にお金が入ってくるから経済が回ってくるわけです。ところが軽自動車だけの町になっちゃうと、ね、その町は潤うかもしれないけど、国にはお金が入ってこないから、結局、残念な結果になっちゃうんですね。だから、軽自動車に減税ですってのは余計なお世話だというふうなね、ものだと思います。軽自動車の減税はいらないです。もう軽自動車ってただですら依頼安いんだから、自治が。だから、それらを考えたらね、そんな依頼軽自動車があって税金が安いのに、それよりさらに税金安くしちゃったら、普通車売れなくなりますよ。ね、ということでございます。でもなかなかこれはミニカーとしては軽カーコレクションというね、ものがあって、そこにあったものなんですが、なかなかこういう作りなんかもね、非常にいいなっていう感じです。どうもありがとうございました。